裸麦、裸麦、裸麦、学名、バルは、大麦の粒の皮裸性。実と皮の剥がれやすさに着目した系統名の一つで、大麦の品種のうち実、栄華が、皮、内外へと癒着せず容易に離れる目、揉むだけで皮がむけて、ツルツルした実が取り出せる、品種群のことを言う。これに対して、実が皮と癒着しているため、揉んでも皮が剥がれない。 品種群は川麦、川麦という。分類上は、裸麦は、大麦の原種に近い川麦の突然変異が固定されてできた大麦の変種である。裸麦の栽培品種のほとんどは穂に、小花が六畳ずつ並んでつく六畳大麦で、穂に、小花が二畳ずつ並んでつく二畳大麦。主にビールの原料になるのでビール麦とも呼ばれるの、栽培品種は大半が川麦である。 裸カ麦には、米と同様にウルチ製の品種以外にもち製の品種のもち麦がある。裸カ麦は、食用や家畜の飼料用に栽培されている。大麦は、最古の栽培植物の一つであり、起源を遡るとまず原種に近いカワ麦の栽培が、西南アジアで、起源前7000年頃には始まり、ついでカワ麦の変種である、裸カ麦の栽培も、 紀元前600年頃までには始まったことが考古学の研究で明らかになっている。歴史的には肌籠麦は東アジア、日本、朝鮮半島、ヒマラヤ地方、チベット、ネパール、アフリカ東北部、エチオピアなどで主要な食用穀物の一つとして栽培されてきた。ヨーロッパではアルプス地方やベルギー、ノルウェーが主な肌籠麦の産地であった。 それ以外の大麦栽培地域では、川麦の方が主に栽培されてきた。近年は、世界の裸麦の主な産地は、アメリカ、オーストラリア、カナダ、チェコ、ドイツなどである。日本では、裸麦は、愛媛、香川を中心に主に、四国、九州で栽培されている。農林水産省の統計によると、平成十九年度の日本における裸麦の 収穫量は14,300トンで、都道府県別では、愛媛が最も多く41.1%を占め、ついで、香川の17.0%であった。日本における裸麦の作付け面積は、明治10年代は40万ヘクタール台であった。最高だったのは、大正初期の70万ヘクタール台で、その後前言したものの昭和30年代初期の、 作付け面積は50万ヘクタール台を維持していた。その後裸麦の作付け面積は急速に減少し、昭和45年に10万ヘクタールを割り、昭和61年には1万ヘクタールを割り、平成6年に最低の3230ヘクタールをつけたが、その後やや回復し、平成19年産裸麦の作付け面積は4020ヘクタールとなっている。裸麦は、 容易に皮を剥いで、身が取り出せ食用に公的であることから、日本では、戦前から製爆が、食用に流通し、おし麦、大麦の外皮を歯ぎ蒸気で加熱し、ローラーで平らに加工したものを白米にせて爆飯に、したり、いって、粉にひいて発体粉、麦粉菓子,菓子にしたり、いったものを煎じて麦茶にするなどして、日常食として消費されてきた。また、おし麦が普及する、 大正時代以前は、粒のままでは米に比べて、煮えにくい裸麦は、あらかじめ茹でて、水に漬けておいた絵まし麦や薄で粗く引き割った引き、割り麦の形にして煮えやすくしたもの爆飯や、粥、雑水などに調理して食される、米の不足を保管する主食の一つであった。しかし、近年は米飯に比べて食味が劣る、麦飯用の裸麦の需要は、少量に限られ、変わって、 麦味噌、大豆と大麦を発酵させた味噌の適性が高く評価され、生産量の大半が麦味噌の原料に用いられている。また、流通する製麦の主流は、従来の牛麦から黒乗船、麦種子が形成される、菜の水分や養分の通り道である腹溝由来の爆粒の黒い線に沿って断した切断麦や黒乗船で切断して、米粒状に剥いで、 米と混ざりやすくした米粒麦に変わりつつある。大分県などでは、裸麦を麦焼酎の原料としても利用しており、一定の評価を得ている。チベットでは、裸麦を入って、粉に引いたものが残パと呼ばれ、チベット人の伝統的な主食となっている。チベット人は残パに、じゃ、チベット語でバター茶のことを加えてこねて、卵状にしたものを食べる。また発酵させ酒と信用する。 欧米では、肌カ麦は主に豚や鶏などの単位動物の飼料用として利用されてきたが、最近では、食物繊維のベータグルカンを多く含むことなど、肌カ麦の健康機能性が注目され、新たに食用の需要が出てきている。大麦は、米や小麦に比べて、粒に含まれるポリフェノール系のタンニンシブ成分の含量が多い。大麦に含まれる主なポリフェノールは、 カテキンやプロアントシアニジンである。ポリフェノールは、精爆の白たびを低下させ、米飯に比べて、爆飯の食味や白たびが劣る、主な原因となる。麦飯の問題点として挙げられる、炊飯後の変色、白たびの低下は、飯粒に含まれるポリフェノールが多いほど、顕著になる。爆流のポリフェノール含量は、低ポリフェノール品種を用いたり、精爆することによって、低下する。 日本の裸カ麦のポリフェノールガン量は品種によって差異があるが世界の平均値に比べると低い。もっとも食味に優れた品種が好んで育成、栽培されてきた水糖とは異なり低ポリフェノール化によって食味を改善することは裸カ麦の育成においてこれまでのところあまり重視されていない。大麦の遺伝子資源の中にはポリフェノールガン量が非常に低いものもあり将来。 活用されるる。余地がある日本で育成、栽培されている裸麦の既存の栽培品種は、情勢分類上は、すべて六畳大麦である。また、日本で栽培されている肌カ麦のほとんどは、草丈が低く、肥料を多く与えても倒伏しにくく収量が上げやすい、販売性を示す、渦性遺伝子を持つ渦大麦であり、草丈が高くなる。 波性遺伝子を持つ日本の栽培品種は農林番号が付された裸麦では万代裸だけである。日本の裸麦の主な育種組織は昭和36年に東海近畿農業試験場以下では農師と記す、中国農師、鳥取農師と白文場、四国農師、九州農師及び鹿児島農師かのや文場の裸麦育種組が統合され、 その後の育成地は、最大の産地である四国を管轄する四国農市、現在の、独農業、食品産業技術総合研究機構近畿中国、四国農業研究センターだけとなっている。農林番号が付された裸麦は、2005年の豊の、風まで34品種が育成されている。日本における裸麦の栽培品種の過去の育成には、主に次のような傾向がある。 稲科の穀物の中で稲や大麦などには含まれるデンプンに粘り気が少ないウルチ製、ウル製の品種だけでなく粘り気が多いモチ製、モチ製の品種があり、モチ製の裸麦は餅麦と呼ばれる。ウルチ製品種はデンプンの成分の内アミロースの含有割合が比較的多いのに対して餅麦はアミロペクチンの含有割合が多い。餅麦の歴史は 非常に古く、紀元前3000年頃までには、西南アジアで栽培化され、その後ユーラシア大陸全土とアフリカ東北部に伝播したが、現在もち麦を栽培しているのは日本など、東アジアである。日本のもち麦の在来品種は、スミレ色の方をつけるため、収穫期のもち麦畑は一面特有のスミレ色に染まる。日本では主に、四国、中国、 九州の水筒もち米が取れにくい地域を中心に、昭和初期まで広く工作され、もち米の代替品として、麦米や餅、団子にして、実家消費されるケースが多かった。その後は、次第に作付けされなくなっていたが、最近は、食物繊維の多さなどから食材として見直されている。餅、団子類以外にも、麺や、せんべいなどの和菓子、パン、クッキー、ロールケーキ、 カステラ、レトルトカレーなど、様々な新たな用途が開発されつつある。もち米と在来のもち麦の持ち性には、差異があり、もち米はアミロース含有率がほぼゼロ、アミロースフリーであるのに対して、もち麦はアミロースを5%前後含みでんぷんがやや、硬質である。ただし、裸麦には、在来のもち製品種だけでなく、突然変異で得られた。 アミロース含有率がほぼゼロで持ち米とほぼ同等の持ち性を持つ系統、四国裸97号などがあり、持ち性の高さを生かして、アミロースフリーの持ち麦の地域特産食品などへの利用が今後拡大する可能性がある。また、農業、食品産業技術総合研究機構近畿中国、四国農業研究センターでは突然変異で得られた。 プロアントシアニジンフリー遺伝子を持つ海外のビール麦の系統を後輩親としてプロアントシアニジンフリー遺伝子を導入したもち麦の系統の育成を進めている。もともともち麦はウルチ製品種に比べて爆飯として炊飯した時の食感や食味に優れており日本での栽培適性がある低ポリフェノールのもち麦の系統が作出され米飯に比べて 爆飯の食味や白たびが劣る主な原因となるもち麦のポリフェノール高含有の問題が解消されれば白米のように炊飯時の加熱や炊飯後の保温を経ても合弁しない白くて美味しい麦飯が将来日本の食卓に上る可能性がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。